3D ワールドで物理演算をオンにし、物理的な力の影響を受ける部品をモデリングする方法を説明します。コンポーネントを数点追加します。E カタログのタイプ別モデル。Basic Shapes を展開します。ビジュアルコンポーネンツをクリックします。ブロック時を。シリンダー d を。 スフィアージオ、ボールを追加します。追加した3つのコンポーネントは 3D ワールド上の床に配置されています。コンポーネントを上に移動し床から浮かせます。コントロールキーを押しながら3つのコンポーネントを選択します。移動ツールでコンポーネントを Z 軸に沿って床より上に移動します。 シミュレーションを実行すると、物理演算がオンになりますが、コンポーネントは落下しません。物理の影響を受けるコンポーネントを作るには、物理エンティティビヘイビアを追加する必要があります。シミュレーションをリセットし、コンポーネントに物理設定をします。ブロックを選択します。モデリングタブを開きます。 動作設定、ビヘイビア、物理、エンティティを作成します。プロパティウィンドウに物理タイプという項目があります。物理タイプは物理内、物理外、気候、コンテナ内を選択できます。デフォルトでは物理内が設定されています。 シミュレーションを実行すると、ブロックが床に落下します。シミュレーションの実行中に、マニピュレーションのインタラクティブを選択し、ブロックを操作すると、マウスでブロックに力を加えることができます。シミュレーションを停止し、ブロックを動かそうとすると、物理はオフになっているため、動作しません。 ブロックをシミュレーション開始時の初期状態に戻したい場合、シミュレーションをリセットします。物理演算はオフになるため、力を加えることはできません。プロパティウィンドウの物理タイプに戻ります。物理タイプを物理外に設定します。シミュレーションを実行すると、ブロックは重力の影響を受けていないため、落下しません。 マウスで力を加えることもできません。このように物理エンティティービヘイビアを使用するとコンポーネント内で個別に物理演算をオフにすることができます。プロパティウィンドウの物理タイプに戻ります。物理タイプを機構に設定します。機構はコンポーネントに外力が加わることでコンポーネントが動作します。 シミュレーションを実行するとブロックは重力の影響を受けていないため落下しません。マウスでコンポーネントに力を加えることができます。シミュレーションをリセットします。プロパティウィンドウの物理タイプに戻ります。物理タイプをコンテナ内に設定します。コンテナ内は 物理内と似ていますが、シミュレーション中にコンテナ内外へのコンポーネントの位置をトラッキングします。シミュレーションを実行すると、今回は何も設定をしていないため、ブロックは落下しません。シミュレーションをリセットします。他の2つのコンポーネントにも物理設定をします。円柱を選択します。 動作設定、ビヘイビア、物理、エンティティを作成します。シミュレーションを実行すると、ブロックと円柱のコンポーネントが床に落下します。シミュレーションをリセットします。球体を選択します。球体は他のオブジェクトと衝突させるため、干渉設定を追加します。 コンポーネントグラフウィンドウにビヘイビアが何も設定されていない状態でスフィアをクリックします。フィーチャープロパティウィンドウの物理の項目を展開すると干渉という項目があります。干渉はコンポーネントの周囲に形状を作ることで干渉の設定をした他のオブジェクトと衝突させることができます。干渉を未定義にすると 干渉は定義されません。干渉をノーンにすると、干渉は無効になります。Python スクリプトでは未定義の記述ができないため、ノーンが選択できるようになっています。干渉をボックスに設定すると、3D ワールド上には表示されませんが、球体の周りにボックスのようなものができます。出力ウィンドウに、 選択された干渉設定のために物理エンティティを追加しましたと表示されます。コンポーネントグラフウィンドウのスフィアージをボールをクリックし、コンポーネントプロパティウィンドウを確認します。フィジックスエンティティを選択すると、自動的に物理ビヘイビアが物理内に設定されていることがわかります。シミュレーションを実行すると、 三つのコンポーネントがすべて床に落下します。リセットしてもう一度球体を選択します。干渉がボックスに設定されている場合、フィーチャープロパティウィンドウのフィジックスコライダーパディングで円柱の周りにあるボックスの余白を設定できます。プリサイスはフィーチャーのジオメトリーを中心に精密な形状を作成できます。 干渉をボックスに戻し、球体をブロックに衝突させます。ブロックを選択します。コンポーネントグラフウィンドウのブロック字を選択します。コンポーネントプロパティウィンドウの Z 座標を0にします。球体を選択し、ブロックの上に移動します。 球体がブロックの辺より内側になるように移動します。シミュレーションを実行すると球体は落下してブロックの上に乗ります。同様に球体をブロックに衝突させます。球体が ブロックの辺の上より少し外側になるように移動します。シミュレーションを実行すると球体はブロックに跳ね返されます。物理エンティティはコンポーネントの濃度単位で作成されます。シミュレーションをリセットし動作を確認します。 ブロックを他の2つのコンポーネントから遠ざけ床より上に移動します。コンポーネントに別のノードを追加します。構造、リンクをクリエイトをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウで リンクアンダーライン1を選択した状態で、リンクアンダーライン1を、X 軸もしくは Y 軸方向に移動し、ボックスの横にずらします。コンポーネントの構造を表示したい場合は、構造、表示のチェックボックスを選択します。左側が元のノードで、右側が作成したリンクです。リンクに円錐を追加します。 コンポーネントグラフウィンドウで、リンクアンダーライン1を選択した状態で、ジオメトリー。フィーチャー。コーンを選択し、円錐を追加します。フィーチャープロパティウィンドウで、円錐のサイズを変更します。高さを500にします。溝底半径を300にします。 シミュレーションを実行すると、ブロックと円錐が床に落下します。ルートノードのビヘイビアにフィジックスエンティティが設定されているため、コンポーネントのすべてのノードが物理の影響を受けることがわかります。シミュレーションをリセットします。コンポーネントグラフウィンドウのブロック時を、ビヘイビア、フィジックスエンティティを、 ドラッグドロップでリンクアンダーライン1のビヘイビアに移動します。リンクアンダーライン1のビヘイビアを展開するとフィジックスエンティティが紐づいていることがわかります。シミュレーションを実行すると円錐は落下しブロックは落下しません。マウスでコンポーネントに力を加えると円錐は動かすことができますがブロックは動きません。 リンクアンダーライン1のみ物理の影響を受けることがわかります。物理的な力や物体の影響を受ける部品のモデリングについての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。